おはようございます今日は生写真撮影があるので生写真撮影があるので先に配信もう夏だからね。生写真の衣装も夏になってますね。今日は何があったっけ？いつもより数が少ないんだ。生写真のさ、撮影の衣装でさ、なんか季節を感じれる季節を。おはようございます。先週の公演6期生めっちゃ風邪気味だった。みんなね、なんでだろうね、変わり目、季節の。季節の変わり目だからか。今回も皆さん販売をお楽しみに。確かに暑かったり寒かったりするからね、気温差。
す。ご飯食べたまだです。まだ食べてない。肩の代わり10キロ、すごっ。今日届きます。ヨーグルト生活は続いてます。いつも食べてる。今日も食べる。ヨーグルト、レアちゃんモバイルね、見た、嬉しかった。今朝は1時半起きでお仕事。すごいね。1時半。生写真一回逃したけど、ありがとうございます。ブラちゃん寂しいなってのかわいい。そうなのよ。私も大号泣しました。なんかわかんないけど涙が出てきてしまって。最近はなかなか行けないですね。コスモスで見たことあります。劇場、結構公演のジュフで言いました。言ったね。いぶきさん、いぶきさんの配信ね、見てた。ちょっとだけ最初。昨日はめっちゃみんな配信してたよね。マリアさんの配信も見たし。結局公演のジューフル初日に言ってないよね。いつ言ったっけ、覚えてない。変わりすぎて無。カシーのむっちゃまんじゅう、ジロー丸のピエトロ、ケゴ公園のジューフル、あと何があったっけ。のけのすけさんうどん、
びっくり亭ってどこのびっくり亭だったっけ。なんかいっぱいあります。多分千秋楽でジューフル言ったよね。あ、イークラのびっくり亭かそっか。先生楽で上振りいました。あ、腹のシャトレーゼもあるわ。今日ね、夢にめっちゃね、7期生が出てきたんだよね。で、なんか何してたっけ。なんか撮影みたいなのしてて、7期生みんなね。それで私がなんかオフショットを撮りにし、とん、オフショットを撮ってあげてたりしてた気がするなんか思い出せないけど、そういう夢。そうかのように劇場の帰りに目を通るのねぜひ皆さん、なんか近所のそういう食べ物屋さんとかあったらおもろいよね。なのでぜひ行ってみてください。近所のところを言われるとびっくりするよねキョウコンの喫煙所でポンさん、沼さん、博多部長に何してんの。寂しいですが、私は次のことを頑張らないといけない覚えることがね、まだ大量に。あ、そういえばアイアの瀬取り来ました。アイアライブの瀬取り昨日の夜くらいに来て見ました。ババさんにツーショットの時、携帯の壁紙興奮した。かわいいって言ってた。聞こえてたよ。ババさんも言ってた。
局目は何ですか？言えません。沼さんが劇場の最前列に見に来てたら笑わない自信ある。無理です。劇場の最前列は笑っちゃうでしょ。アイアライブ結構頑張ります。結構覚える曲が多いから、アイアライブと覚えることがたくさんですね。イグノちゃんが覚えることたくさんでやばいと思うに焦ってた。そうね、CM の完成版はまだ見てないです。サッコーブの声期待聞きながら用意するかって。そっか、もう8時だもんね。今日寝るの遅かった。いつもよりは早かったです。ここでアベフカナちゃんコンビで得点してほしいな。無理でーす。無理でーす。私は得点はできません。ダメです、ダメダメ、絶対に得点はダメダメです。体操部のキャプテン。クリナさん、確かに笑いが起きてた。確かにね。公演があるから。こんばんは。藤崎先生と見つめ合うシーンは
一回も笑わなかったので大成功でした。もうあれはきついです。でももう慣れたけど、コペの一言で観客がめっちゃ笑うって気持ちよかった。うん、気持ちよかった、めっちゃ。だから結構あの日替わりゼリフのところとか、どこがなんか今日めっちゃ笑ってたなとか、めっちゃ笑ってくれるんだけど、やっぱりわかるね。なんだっけ、何が一番やばかったんだっけな。ピエトロとか結構受けてたよね。ピエトロとか、ジローマルのピエトロとか結構受けてた気がする。まあ配信もあるんだよね、ここら辺で。そろそろ読まないとかな。じゃあそろそろライキングを読んでいきます。皆さん見てくれてありがとうございました。では13位、ホタテさんありがとうございます。12位、錦絵さんありがとうございます。11位、のりっぺさんありがとうございます。10位、クロさんありがとうございます。9位、マハマロさんありがとうございます。8位、クラインさんありがとうございます。7位、博多なるなるさんありがとうございます。6位、ジジリーモンさんありがとうございます。5位、カードルトさんありがとうございます。4位、ただの魚さんありがとうございます。3位、マイノくんありがとうございます。2位、MJ ジュニアさんありがとうございます。11位、ヘタッピーさんありがとうございました。それでは終わりたいと思います。行ってきます。生写真もいっぱいおショット撮ります。バイバーイ。ありがとうございます。